どうも木戸彩です。今回の動画ですね、現在ピックアップガチャが来てまして、その中にですね、ハッピーラプンツェルっていう、ツムが入っていますので、このツムのね紹介をしていきます。はい、でまずね性能の、紹介からなんですけど、まずねスキルがですね、違いツム同士をつなげて一緒に周りのツムを、キス仕様になってます。はい、このツム、スモールワールドミニと同じなんですけど、ほぼ仕様がスモールワールドミニの、元祖ですね、のそのツムになってます。はい、で、スキル発動必要ツム数が、15から13に、減るようになってまして、ツムレベルを上げるごとに必要ツム数が減っていきます。で、あともう一つ、スキルレベルが上がるごとに、このチェーン数、つなげれるチェーン数が、変わっていきまして、スキル1から順番に6、7、8、9、10、11っていう風に上がっていきます。はい、で、補正位置は、ないですね、プラマイゼロに、こういう補正がなってます。はい、で、使い方なんですけど、スモールワールドミニの使い方と同じでこんな風に、繋いだら、扇風機を使って消していきます。お、37、でかい。ちなみにこれね、スキル3なんですけど、スキル4以下の場合は扇風機を使っていいと思います。これね、ほんとすごいよね。低スキルなのに扇風機使ったらデカツムいなくても35くらい消してくれるんで、本当にねすごいツムですね。これも34、かなり強い。はい、で、スキル5を超えてくるとコの字に、消すといいと思います。今みたいな、今の通常消し方、これだね。こういう消し方、あ、違う、これ、こういう、あ、こういう感じちょっとね、丸く消すといいと思います。スキル4以下は扇風機使っていいです。で、個人的にこういう消し方の方がいいかなと思います。一応適当に横消しとか、横に繋いで扇風機使うとかもいいんですけど、僕の場合は縦にすることによって上下、全体的にツムを広げられるんで、僕個人的には、縦からの扇風機5、6回回して消すっていうのがベストかなと思います。はい、こういうツムやってますね。これちょっとねちょっとコイン数少ないけど、もうちょっとね実際いけるんで、スキル3だと4000近くかな、3500ぐらいが平均で僕出せたんで、上手い方だったら4000ぐらいは普通に出せるツムなのかなと思います。はい、まだね復刻してすぐなんで、あと3日間ぐらいはね、弾けるので、ぜひね、欲しい方は弾いてください。もうスモールワールドミニとそこまで、ね、性能変わらないんで、コイン稼ぎ、低スキルであれば結構おすすめのツムになるかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。よろしければ、チャンネル登録と高評価お願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。